こんにちは。目黒区にある自律神経専門治療院、原町接骨院院長久松です。今回もですね、皆様のお役に立つことをご紹介いたします。今回は自律神経の話とはちょっと離れてしまうんですけども、認知症予防ね、これをご覧になっているあなたのご家族でね、もしね、ご高齢の方いらしたら、こういうことを教えてあげるといいです。ウォーキングでする運動ですよね。運動しながらプラスアルファ何かをすること、要は2つのことを同時に行うことによって脳に刺激が入ります。脳に刺激を入れるというのは認知症に非常に大事なことですから、それをうまく運動プラスアルファでやるといいです。何がいいか、私がおすすめするのは歩きながら100から3ずつ引いていく、それを計算すること。歩きながら100、97、94、91というふうに脳を働かせながら歩くこと、それがいいです。それを1日30分、これ10分を1日3回でもいいですやること、それをできれば週に3回以上やってみてください。それによって、足の方も鍛えられながら脳の方も活性化されて認知症の予防になります。ただ一つ気をつけていただきたいのは、それをやりながら外を歩くことによって注意力が散漫になって人とぶつかったりとかね、事故にならないように、それだけご注意ください。本当にね、認知症予防のためにやってて事故になってしまったということでしたら、それはまた本末転倒ですから、そうならないようにご注意ください。そして、もしこれをご覧になっているあなたが病院で原因不明と言われた、もしくは自律神経の乱れが原因と言われた症状でお困りの場合、下の当院の説明の部分のところにある URL をクリックして当院のホームページをご覧ください。必ずあなたのお力になれるでしょう。よろしくお願いします。